はい、今日はすごい車です。アストンマーチンのバンテージ、憧れの1台、こちらの G バーと錆止めを施工していきます。すでにもう養生が終わっています。ボディに溶接剤が付着しないように完全ラッピングをしております。海沿いで使われるということで入念に錆止め施工をしていきます。吹き付け前に、下回りの画像を撮影しておきます。もう、下回りの養生面が来ています。ボディはアルミと FRP のハイブリッドになっています。はい、一般的な車の場合、フレームとか袋状になったパネルの内側っていうんですかね、がいっぱい車のあちこちになるんですけれども、こちらの車の場合基本シャシーはアルミ骨格で、あとそのアルミのそのなんていうのかな、内側には全て発泡ウレタンの補強が入っているので、あまり内部の錆止めをするところがありません。サブメンバーっていうのかなとか、施工する箇所は少ないです。例えばこちらなんですけれども、この断面が見えるでしょうか。すべて発泡ウレタンで補強がされています。でこうなっているので、通常ですとこの内側のパネルのところに錆止め剤を吹き付けるんですけれども、今回は、その作業は、省略します。 G バーと一般的には下回りは特殊防水剤を使いますが、今回の場合は車の特別な1台なので、クリアの防水剤を使って、作業を進めていきます。これから下回りにクリア防水をかけていきます。
はい、アストンマーチンの作業終わりました。個人的にすごい憧れの機体だったのでテンションとても上がりました。